インターネットレディオ GoodAir.com 熊本、大分、佐賀、長崎、福岡、宮崎、鹿児島県、九州、トークバラエティ DJ ケンタロウ中村、こんにちは、どうも中村ケンタロウです。本日は8月のもう10日かな、8月の10日朝4時でございます。近況報告をしますと、めっちゃ寝不足、やばい、もう本当にやばいね、やばくない、結構やばくない、もうね、嫁からもクマがやばいと言われているんですけれども、とうとう夏休みに突入いたしました。まあ僕はあの塾の先生ですから、夏期講習っていうのがね今行われている状態なんですけども、まああのコロナで授業はいろいろグダグダなところもありまして、心でしっかりね、みんなの、まあ、成績もレベルも上げていかなきゃいけないと、まあ、そういうわけでありまして、夏休みに突入しております。で、私はですね、ほぼここに住んでおります。塾の中にあのこのソファーでもう寝るしかないっていう状態でですね、なんでかっていうと、まあ、そのコロナの関係で授業遅れていたりとかするところもたくさんあるわけですけど、まあ、一番の原因はうちの塾ってその学校の授業聞かなくなっちゃったりとかするといけないっていうんで、基本的に学校の授業を絶対追い越さないようにしてるんですよね。なので、まあ、学校の授業がコロナ対策で遅れてるってなればその分遅らしてきたんですけど、まあまあその学校によるわけでありますけれども、いやいや分かってねえだろうと、子供分かってねえだろうって思うような速度で行かれた学校もあったりとか、まあ、いわゆる定着って言われるね、教えて、問題解かせて、定着させるっていうような、ことをなかなかできない、まあ、当然できないですよね、この時期になるとね、まあ、そこをすっ飛ばして、いきなり学校はボーンと進むわけです。で、学校はボーンと進むけども、うちは学校に気使って授業中に授業聞かなくなるとか寝ちゃうとかっていうことがないように、なるだけまあ学校の授業を追い越さないようにやっていくわけですよ。で、その結果、まあ、学校の授業が先に行ってて、しっかりね定着もしてないという状態になっているので、塾でどうにかしなきゃいけないと、いうことでやらなきゃいけないことはこんな山積みなんですけど、まあ、正味、夏休みがうちの地域では11日間で11日しかないんですけど、さすがにお盆はおじいちゃんおばあちゃんのところに行く、まあ、これもね、あの離れて県外にとかっていうのではなく、本当に近くに住んでるおじいちゃんおばあちゃんのところで、まあ、親戚が集まるところもあれば集まらずに、せめて、うちの家族だけはおじいちゃんおばあちゃんと過ごそうとかね、いう家庭もあったりとかすると思いますので、お盆はきっちり休むとなると残り8日なんですね。この残り8日なんですけど、まあ、中大連の代替試合っていうのがありまして、まあ、今日8月10日までは、生徒が揃わないという状態になっておりまして、まあ、これでもう3日消化をしているわけです。なので、正味夏期講習って言ったって5日で、まあ、もちろん来てる子はね毎日来てるんですけど、という状態に現在なっております。で、その5日なんですけど、こっからが面白いの。スタート3日と終わりの3日とか、まあ、その体育祭の練習が入るんですよね。で、その中にはまあ全体練習するとこもあれば、応援団の練習をするとかっていうのも入ってくるので、まあ、まず来れないと。ということになりまして、頑張って毎日朝から来てくれている中3もいれば、なかなか来れないという子もいると。でも、その子たち、本来ならうちの塾は、もう来れないんだったらやめてくださいっていうスタンスで今までやってきてたんですけど、状況が状況だから、まあ仕方がないと。いうことで、私はこの時間まで毎日 iPad に向かって独り言で授業をしております。で、それを子供たちにはスマホとかタブレットとかを見てもらいながら授業を聞くと、いうようなですね、まあ、スタイルで、まあ、宿題の課題を出しました。で、子供たちやってきます。本来ならそれの解説の授業をする分を全部 YouTube にぶち込んで、で、限定公開でその生徒だけ見れるようにしてですね、やるということになるわけです。まあ、それでもちゃんと授業に来てくれる子供たちはたくさんいますので、もちろん朝9時から夜11時ぐらいまではずっと仕事をして授業をするわけですよ。で、授業をした後に飯を食って嫁さんとドラマの一本でも見た後は戻ってきてですね、ここでひたすら、動画を撮ると。そんな日々を過ごしながらでございまして、まあ、そんなわけで、まあ、起きれないですよね、普通にやったらね。なので寝るな、ここ。で、
起こすのは生徒という状態で、今過ごしているところでございます。まあそんなんなので、まあ動画ね、ほんと、まあ、まあ休み時間がないわけではないので、撮ろうと思ったら撮れるのだと思うんですけれど、いろいろと、なんていうのかな、どちらかというと、こう、喋りのものを言う系ではないんですが、いろいろとね、お伝えをしたりとかしながら、僕の思うことを伝えるっていう YouTube もたくさんやってるんですけど、まあ、それだったらやれるんじゃないか、やれるだろう、やれよ、まあ、という思いはあるんですが、なかなか今それが難しいということなので、今回は報告動画を撮らせていただいております。夏期講習が終わるのは8月の19日まではおそらく忙しいかと思います。なおかつ今回夏期講習でできなかった取りこぼし分は当然受験生たちに、きちんと力をつけてもらわなきゃいけないので、私はそれ以降10月末までは土曜日曜日は全て授業ということになります。なのでまあ結構忙しいです。もう正直 YouTube やめようかなと、もうやべえなこれできねえなと思ったんですけど、まあせっかくなので頑張ってまだやるかと思っておりまして、まあちょっと空いた時間なんかでね、もしかしたら1日1本とかなんかあげるかもしれませんが、一応そういう事情でございますので、おいちゃんなかなかYouTube ありませんけど、暇な方がいたら過去のとかね、いろいろ見ていただいて、まあ逆になんかお題とか企画をいただけるとね、すごい助かるかなと思います。自分で考える余裕が今ないので、まあそれに乗っ取ってやっていこうかなと思っておりますけど、ただ吉村ディレクター企画の畑企画だけはほっとくわけにいかないので、どうにか時間を作ってね、吉村ディレクターの連絡を取って1時間でも2時間でも畑の世話をしに行ったりとか、なんか植えに行ったりとか、まあそういった動画は上げさせていただこうかなというふうに思っております。そして大園ディレクターね、就職決まってからまあ当分いないんですけど、まあたまに遊びには来てくれるらしいので、大園ディレクターの電話ボックス企画の方もですね、どうにかまた復活をさせたいなと、腰淡々と狙ってやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。あと勝手に CM を作ってですね、流すという、まあ、九州の魅力をお伝えする CM という企画も今考えております。まあ、こちらも本当に余裕があればですけれども、何かネタとかね、あるいはお店やられてる方とかいましたら、ぜひうちの店を紹介しろと、写真は送ってやる、動画も送ってやるぞと、あとはお前が原稿を書いて何か CM を作れと言われれば面白そうだからやらせてもらうとぐらいは考えてますんで、ぜひまあそんなんで、ちょいとまあグダグダなおっちゃんでございますけども、また暇だったら見てよろしくお願いします。まあちょっと近況報告まででした。あ、最後にそうすごい大事なご報告がございます。僕が挙げてました人吉市のですね、大垣地区なのですが、なんかですね、詳しくは知らないんですけど、国の力ですんげえたくさんね、片付いたそうでございます。まあ、動画見てもらったらお分かりのように、本当にもうとんでもない状況になってたんですけど、先日おさんからお電話がありましてですね、めちゃくちゃ綺麗になったよと、見においでと、まあ、YouTube でいろいろやってくれたおかげもあるよと、こういうふうにご連絡をいただきまして、よかったなと思っているところです。はい、まあそんなわけで、結構ねこの YouTube を作っていく中でも、まあそれなりのいろんなストーリーがあったりとか、いろんな人との出会いがあったりとか、皆さんにご報告をしながらやっていかなきゃいけないことも、たくさんあるんですが、今は夏期講習中ということで、そんなにね頻繁に動画を上げることはできないかと思います。ちょいちょいたまに上げますので、僕は普段2時間に1本動画講習をやっていますから、しょっちゅう通知が来るのでうざいのでベルは外してくださいとお願いをしてまいりましたが、よかったら時々しか上げないのでまたベルの方をオンでよろしくお願いします。まあそういうわけで、ございましてご報告でした。またね余裕があれば、本当になんならこうやってね全部ねいろいろ仕事が終わった後にこう動画撮るっていうのもありだと思うので、なんか一言ご報告とかもしていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上でした。あとぜひ Thank you for your listening. Good Air .com.九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオグッドエアでは、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったり、メールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。